Hero Hero 탐대단. 中央分離帯の修理と清掃をしてもらう。いいな。はーい。おい、お前には社会奉仕命令が出てるんだぞ。シャキッとしろ。すんません。おい、早くしろ。上がってるって。おい、お前たち何をしてる。やっべ。俺はヒロシ。半年前にこのアメリカのフロリダ州で車上荒らしをしていたところを警察に取り押さえられ逮捕された。判決は2ヶ月の拘禁、300ドルの罰金に加えて180日間にわたる400時間未満の社会奉仕。うわ、めんどくせー。だよな、めんどくせー。お前たち社会奉仕をなめるなよ。ちゃんと作業しろよ。へいへい。今日の作業も複数人で行うらしい。俺たちはフロリダ州の裁判所の駐車場の近くにある中央分離帯で作業をしていた。これは随分派手にやったんだろうな。見ろよ、看板があった後だぜ。これ裁判所の目と鼻の先で事故か。だるいな。綺麗に片付けられてはいるが、事故があったというのがすぐにわかる現場。言われた通りに修繕の作業を始めるが、作業を始めて1時間が経過した頃だっただろうか。誰か助けてくれ。なんだ。突然裁判所の方から走ってきた男が叫び始めた。頭やってんじゃね。いや、なんかまずそうだぞ。うわ、どうしよう、神様。俺たちは様子を伺っていたが、その男の様子はあまりにも必死で本当に助けを求めているようだった。なあ、ちょっと話聞いてきた方がよくないっすか。ああ、様子がおかしいな。俺はその男が気になって保護観察官に話を聞くように進めた。保護観察官はそのまま男の方に向かい、血相を変えて俺たちの方に走ってきた。まずい、赤ちゃんが車に取り残されてる。俺は救急に連絡するから、あの人について行って様子を見てくれないか。わかった。俺たちはあくまで犯罪者で保護観察の身だから、作業中にこんな指示をされるとは思っていなかった。日本では絶対にありえないはずだ。しかし外の気温は34度、冷房の効いていない車内は暑くてたまらないだろう。娘が車内に取り残されて。鍵は。それがインロックされちゃったんだよ。バカかよ。俺と一緒に作業していたウィリアムは保護観察官に指示された通り男についていくことにした。俺たちは男の車の前に案内される。車内の助手席には不安そうな顔をした1歳前後の女の子がチャイルドシートに座っているのが見える。あ、リンダ。もうガラス割っちまえば。小銭とビニールがあれば簡単に割れるけど。いやいや、万が一赤ちゃんに刺さったらまずいだろ。このまま熱中症になるよりマシだろ。あ、ダメ、早く娘を出してくれ、頼むよ。男はひたすらに神に祈りながら俺たちに涙目で訴える。どうだ状況は。消防はあとどれくらいで来るって。近くの消防署は今すべて出動しているらしいから、少し遠い場所から代わりに来るらしい。そんな。男は絶望した様子でこちらを見る。1歳の赤ちゃんがどれくらいこの気温に耐えられるか俺はわからないが、一刻を争う事態なのだろう。おい、ヒロシ、何キョロキョロしているんだ。こんな状況下でよくのんきな態度を取れるな。キョロキョロと辺りを見回している俺に気づいた保護観察官が俺に厳しく注意する。しかし俺は動じない。なぜなら考えがあったからだ。俺、車上荒らしじゃないっすか。だから同じ方法でこの車開けられるんじゃねえかなって。それを早く言え。なんだ、何が必要だ。俺は考える。この辺りには特に何もない。俺も何も持っていない。だが一つだけ思い当たるものがあった。何か細長いものが欲しいですね。例えば、そう、作業着をかけてた針金のハンガーとか。ハンガーか。待ってろ。娘はガラスを割らないで助けられるんですか。小銭とビニールの方が早いのに。財布もビニールも車内だ。財布を置いたまま外に出てしまったから。マジか。どうしてもガラス窓を割りたいウィリアムに、なんとなく不穏な雰囲気を感じつつハンガーを持ってくるのを待つ。そして数分後。持ってきたぞ。よっしゃ、じゃあやりますか。俺はハンガーから針金を露出させ車の鍵穴に差し込む。あ、そうですか。あとどれくらい。集中したんだろ、邪魔すんな。すいません。何度か針金を抜き差しして形を変えてまた差し込む。そしてついに。
あ、いた！数分にも満たない作業だったが、いつの間にか周りには人だかりができていた。おお、あいたのか。赤ちゃんは大丈夫そうね。よかった。ちょっとどいて。今赤ちゃんを車の外に出します。保護観察官がドアを開け、赤ちゃんを助けた直後、到着しました。赤ちゃんの状態は？レスキュー到着しました。車はどこですか？見てみろよ。ほら、ドア開いたんですか？いや、こいつ車上荒らしだからこじ開けた。お疲れ様です。現在こちら2名は社会奉仕活動中で、近くにいたもので緊急性が高いと見て手伝わせました。それはそれは素晴らしい。赤ちゃんも無事で何よりです。ありがとうございました。本当にありがとう。まあ車上荒らしってのは褒められたもんじゃないけど、役に立ててよかったよ。赤ちゃんは特に体調も問題なく無事だったらしい。かといって社会奉仕活動が免除になることはなかった。まあ一つ変わったことといえば、活動が終わった後も自主的にボランティアに参加するようになったってことかな。まともに生きろってことを神様は教えてくれたんだろうな。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。